それであとねちょっと戻るけども、ちょっと聞きたかったのは、はい、そのまあ品析されました。でも正しいからやっていくんだ。うん、その後の具体的な活動ってのは何やってたんですか、信徒としては。活動としては、うん、また同じくそうかな。やっぱりこう、うん、弾頭増やすと。だから昇進会員を、簡単に言えば昇進会員だもん。うん、昇進会員。親戚されちゃってんだから、うん、一種のもう。でも一年昇進として。でも皆さん方の資格はもうあれでしょ、住職品籍と同時にそこにくっついてた信徒は二年召集信徒じゃないわけなんで、でも二年召集信徒だといまだに皆さん信じます。皆さん信じますよね。二年召集の信徒だと思い込んでます。いや、そこはしっかり理解しないと皆さん。いや、住職が品籍されたと同時に信徒除名処分ってことでしょ。そうそうそう。でもそれは例えば公式的な文書とはないわけなんです。信徒署名、除名処分的なもの。ないですね。ああ。しかも、まだ、我らこそ富士の本流だなんてまだ言ってますから。まあまあね。言うのは勝手だけど。勝手だけど。法律的とかさ、客観的って、まあ一応、是々非々はあったとしても、それはまあ認めるも認めないもあったとしても、一つの大きな総本山っていうとこから、住職の資格を、とりあえずは失ったわけですよ。法律的にね、もはや。そしてそこに所属している、方々は、公式文書としては確かに宗門としては出てないのかもしれないけど、だから自動的に日蓮召集の信徒じゃ正当なね、法律的な正当な、信条はともかくして、法律的に正当な日蓮召集の信徒では、あの段階で亡くなったってことですよね。あ、それって本当にその具体的に例えばね、宗門から、皆さん方に何かの方法でこのまま住職についていくと、親戚された住職についていくと、そのあなた方も二年召集信徒の資格は失うんですよみたいなアプローチはなかったんですか？僕にはなかったですね。他の人は分かんないですけど、そうか。それはちょっとかわいそうだった気がするね。だから考えるあれがないわけだよ。比較相対する。あったかもしれないけど覚えてないのかな、なかったような気がしますね。だってずっと僕もその日蓮召集に3年前に起伏するまでは日蓮召集の信徒と思ってた。思ってたんだね。だから今全員の人と思ってると思います。はあ。そこかもしれないよ、ポイントは。こうだからちゃんと言うけどそのかつてですよね。その皆さん方が所属している住職さんがどうであれ品析された段階で選択をした人、そのご住職についていくと選択した人は同時に日蓮召集の本当の信徒ではなくなってるんですよ。学会が破門されたと同じなんだよね。学会ははっきり何度も告知してで、平成9年11月30日をもって、日蓮召集信徒の資格を失いますよって何回もアナウンスしてたからね。公的なものでね。だから、もしなかったら、それはちょっとかわいそうだった。あったんですよね。あったんだけども、言わなかったんじゃないかな。まあ、信徒の家に直接行くなんてことはできないしね。できないでしょ。お寺にでしょ。はがきも行くこともできないしね。おそらく。で、学会ほど、その大きな規模の団体じゃないから全国紙を使ってそういう広告をぶつっていうようなこともきっと宗門としてもしがたかったかもしれないですね。いやでもそれはなんかそのかわいそうだった気もするな。お寺で多分その住職は止めてたと思いますけどね。そりゃそうで止めますよね。だからきっと宗門でもなんとか担当の方々に直接アプローチしたくてもその術がなかったっていうことかもしれないですね。そうですよね。でもそこはなんかやっぱ哀れな、かわいそうだったね。本当に分かりました。またそのでまあ